はようございます。おはようございます。今日はどこに行くんですか？今日は奥なんでサーフィンしに行きます。 I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have. 音楽に興味を持ってなんかバンドやってる人なその、まあ、当時だと今みたいにスマホで見れないからなんか写真とか見てうわこの人かっこいいなとか、まあ、テレビに出てくるアーティストさんとかでかっこいいなみたいな。でその髪型にしたいじゃん。やっぱ高校生だから自分もなれると思うし、でもなんかこう美容室に行くの恥ずかしくて最初めっちゃ自分で切ってで男子校だったから友達の髪とかも切ってて、で勇気を振り絞ってさ地元のなんかこうおしゃれな美容室みたいなのにいたんですけど、でその時に担当してくれた、そう今でもめっちゃ覚えてるんですけど、久江さんっていう方がいて、でその人がえこれ誰が切ってんのって言われて、あ自分ですって言ったら、そのえめっちゃ上手だねみたいな、あ俺意外と髪切るのうまいんだみたいになって、で美容師さんかっこいいなって思ってたし、まあ今思えば当時流行ってたお仕事だからなんかそれに乗っかったっていうのもあるんですけど、意外とそれがきっかけで美容師をやってみようってなりました。これ結構すごいんだけど、その親父に相談せずに勝手にその専門学校の説明会みたいのに行って、で美容学校を受けて合格通知が来て家族喧嘩みたいな、その流れで美容学校に入りましたね。毎月出てる雑誌って多分今のそのトレンドを結構プロの編集者の人が調べてバーって作ってくれてて、なんかそれをやっぱり自分が好きなジャンルじゃなくても割と一通り見て、なんとなくその時のトレンド、意外とどの雑誌もなんか共通点が出てきたり自分が気になるものって統一感があったりして、あやっぱり自分はこういうの好きなんだなと、こういうジャンルの女性が好きでこういうヘアスタイルが気になるんだなっていうのが見えてくるから、なんかそれを整理してそういうことをしてると結構こういうヘアスタイルが作りたいとか、こういうファッションの女性がやっぱ素敵みたいなのがすごい整理されて、だからなんか天才的にこうひらめいてこれがイケてるんだみたいに言ったらかっこいいんだけど、意外と地道にマーケティングしてヘアスタイルをこうアイデアを出して作ってるっていう感じなんですよね。昔はだからやっぱりその旅行に行ったりとか海外旅行とか結構一人で行っちゃうタイプだったし、まあ美術館とか、まあ、ベターだけど、まあ、映画を見たりとか、映画館もなかなか今ちょっと子供は小さいんで行ける機会がなくて行けてないんですけど、なんかそういうやっぱりクリエイティブなものを見て刺激を受けて自分の仕事のそのヘアの方に落とし込むみたいなことは結構やっぱり感性刺激されるといろんなものを作りたくなったりアイディアっていうのが出てくると思うんで、それは僕らだけじゃなくていろんなお仕事されてる方みんなそうかもしれないですけど、まあそういうのはなるべくつなげるように、そういう刺激があると自分が作りたい欲みたいなのがすごい上がる気がします。やっぱり自分が美容師を目指して、まあ、前者では18年勤め上げたんですけど、もう自分の美容師としての自分を一からやっぱ作り上げてくれたっていうことで、やっぱり志麻先生は、まあ、かなり強烈だったっていうのもあって影響を受けてますね、人生において。その美容師としての考え方とか、まあ、僕はその店長もやらせていただいたんで、お店作りとか人の育て方とか、なんかそういうの本当に1から10っていうか1から100っていう感じの勢いでずっと教えてくれた方なんで、やっぱそれかなり大きいですね。高校時代からの友人とかも未だにずっとつながってて、コロナの影響もあって最近はあれですけど、毎年卒業してから毎年正月は集まってみんなで飲んでみたいな、
人がまあ10人ぐらいいるのかなとか、まあ今こうやって縁あって仕事で組んでるメンバーみたいなのも、圭一もそうだし、まあその他にも慎介とかゆうへいとかみんないるんですけど、もう専門学校の時から友達、またすごいたくさん友達っていうよりはなんかこう長く付き合いがある人が多いタイプですかね、僕は。あとはまあそのさっきも言ったサーフィン、趣味が共通の友人っていうのは何人かいるっていう感じですかね。どっちかっていうとシンプルでかっこいいものが好きなんで、足し算しすぎてるって感じよりはやっぱり引き算されてて、なんかそのバランスがすごい良くて、逆にそのシンプルさが強さに変わってるものみたいなのが好きですね。物へのこだわり、でもまあ自分って自分でしかないから、多分でも人から言われるのは多分意外と細かいのかなと思いますけどね。そんなつもりはないけど多分あるんだと思う。Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it's a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. 僕が乗ってるのはこれはクリステンソンっていうサーフブランドのもので、ピンも三茶のブラインっていうサーフショップにお世話になってるんですけど、キャプテンフィンのおすすめのサイズを、これは9フィート90っていうのからロングボードなんですけど、これは88っていうサイズで、まあ、ほぼほぼロングボードのやつをいつも愛用して使ってます。え、見た目でもなんかこの眺めがいいっていう、その長さによって乗り方が違うんで、僕はどっちかっていうと緩めにゆったりサーフィンしたいですみたいなのを、まあその先輩とかこうその友達とかサーフショップの人に相談して、まああんまり長すぎると車に入んなかったら上に積まなきゃいけなかったり結構大変なんで、まあ、僕はこのぐらいのサイズ、そのロング、ギリギリロングぐらい。Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it. 滑り止め、滑り止めです。サーフボード本当はツルツルなんで、今こうやって今まで塗ったワックスがいっぱいついてるんで滑んないですけど、本当はこういうねツルツルの面でできてるんで。買った人はまずベース塗って、でワックス、季節ごとにいろんな種類があるんですけど。ただまあ僕は一年中ほとんどこれ使ってますけど。Doesn't matter that you're with someone else.